高山徳太郎は、昭和3年、大阪府大阪市今里で、韓国人の両親の家庭に生まれ、若い頃は、今里のタッカンと呼ばれ、喧嘩に明け暮れていた。昭和16年暮れ、太平洋戦争が勃発。戦時中は徴用に駆り出され、軍需工場で働いていた。昭和20年、終戦を迎えると高山一家は、両親の故郷である韓国に帰るため、大阪から北九州市門司に移ったが、その後、叔父が事故死してしまい、高山はその遺骨を大阪天王寺の一心寺に届けるため、大阪に戻った。一心寺で叔父の納骨を済ませ、今里へ行くと、今里の闇市で旧友と再会し、門司へは帰らず、今里に残っていた。ある日父親が今里まで訪ねてくると、高山は今里の映画館前で父親と出会ったが、映画館の中で友人と待ち合わせをしていると嘘をつき、映画館に入っていくと裏口からその場を去った。この時、高山は両親の故郷の韓国に帰ることよりも、生まれ育った日本に留まることを選んだ。その後、今里の闇市のヤクザ、中尾健太郎と知り合い、中尾健太郎の下で不良たちを集め、今里を根城に、グレン隊を形成し、リーダーとして、闇市の縄張り争いで奮闘を続けていたが、度重なる喧嘩で逮捕され、懲役6年の実刑判決を受け、昭和21年、北海道の帯広刑務所に収監された。ちなみに、刑務所では独居房を好んでいたという。昭和24年冬、刑期が4年足らずに短縮され、帯広刑務所を出所。出所の折には外国人登録証を手渡された。この時高山は日本人でないことを実感したという。出所後、高山は大阪の今里に戻り、中尾健太郎の自宅に出向いたが空き家になっており、その消息は不明であった。そして、グレン隊時代の仲間たちもいなくなっていたことで、親戚を頼り、昭和25年、滋賀県大津市に移ると、そこでもグレン隊を形成し、配下20人を超すグレン隊のリーダーとなり、進駐軍から手に入れた、洋木などを闇に流すブローカーや、遊郭周辺でのポン引きなどのしのぎをし、大々的に収益を上げ、活動していた。するとそのリーダーシップと経済的センスが注目され、京都に本拠を置く、独立組織の中川組を率いる中川吉太郎組長と縁を持つと、知り合ってすぐに中川吉太郎組長の親分としての心意気や決断力に惹かれ、グレン隊ごと入門を決め、グレン隊を高山組に改め、暴れ回っていた。それにより、中川組の勢力は急速に拡大し、同時に高山の名も広まり、瞬く間に中川組の若頭を任されるまでに成長を遂げていった。その後、高山組の組員を社員とし、組員に給料を出し、砂利の採取や販売をする万和建設株式会社を設立すると、高山のリーダーシップや経済的センスにより、この会社は急成長し、高山の経済基盤を構築したが、警察の締め付けもあり、万和建設は解散を余儀なくされた。昭和30年代に入ると、山口組は全国各地で地元組織と激しい抗争を繰り広げ、京都にも進出し、独立組織を次々に傘下に収める事態が起きた。そこで山口組に対抗するため、京都の組織が大同団結する必要が生まれ、2代目中島会、図越利一会長を中心に、中川組などが集結し、中島連合会が誕生した。昭和44年、高山は中川組の2代目を継承すると、その実力を遺憾なく発揮し、組員を700人以上にまで膨張させた。昭和50年3月、戦前に途絶えていた京都屈指の大名跡、会津虎徹を図越利一会長が継承し、中島連合会は3代目会津虎徹会として改めてスタートを切った。中川組の2代目を継承していた高山は、会津虎徹会の3代目体制ではナンバー2の理事長を任され、全身全霊で図越利一会長を支えていた。昭和61年、図越利一会長から跡目を禅譲され、会津虎徹会の4代目会長に就任。しばらくして、4代目会津虎徹会の名称を会津虎徹4代目に改めるなどの改革を断行した。その一方で平成元年には、勃発以来、多くの死傷者を数えた、山市抗争を終結させるべく、山口組と市和会との間で陰ながら奔走している。また、平成4年に施行された、
暴対法の持つ不当性を訴え続けた親分の代表格でもあり、テレビにも出演したりと、間違っていることは常に全力で正そうという戦いを挑んだ。平成9年、高山徳太郎は跡目を全譲し引退。平成15年6月15日、この世を去った。